本当にシャドウなの？影だよ、影。影の気分。影。なんで影なのか、そら。まあ、P と Q がいて。こっから始まってんの？そう、P さんはもうこっちの道しか。違う、こっから始まってんの？違いますよ、これと言ってる途中です。こっから、もちろんこっから出て、P に目指すんですよ。こっから行きますよ。で、まあ、5センチずつと4センチずつ動いていらっしゃると、どっちが5だ、P が5センチずつ、Q が4センチずつ後ろ。お嬢さん、何よ。で、同時に出発するとき、PQC が一直線に並ぶのはいつでしょう。一直線に並ぶから、まあ C？ C、ここ C だよ、なに、上位だ、なんで C だか書いてない。こんな状況です。ここに P が来て、Q が来て、こういう風になると要は一直線上になったよ。え、なに、 C はそのままなの？あ、C はそう、固定されてる。あ、こいつらだけ動くけど、シャドウ、なんかシャドウじゃない。シャドウ、それにぴったりやんないとダメじゃん、それになるのがいつかな。で、あ、ぴったりになるのか。なんか自分と自分が同じで出会うとかだったら楽なんですけど、126ある9すればいいだけじゃない、うん、それだとこいつとこいつが出会うだから、ここになっちゃうんだよね。そう、だからどうしたらいいかっつったら、そこで別のシャドウとか、シャドウとか誰で、こいつの、この影のシャドウくんが。シャドウくんが。影武者ね、影武者。旧ダッシュって言って、旧の偽物みたいな。こいつと、ここで。P ダッシュくん。P ダッシュはいいの。P は自分でいい。P ダッシュは別にこっち行かなくていい。こいつとここで出会えばいいわけね。じゃあこいつがその影のやつはどんぐらいのスピードなのかなって言ったら、ここ真ん中、三角形見たときに、あ、ね、5条件使ってた、中点なのかな、真ん中だから、ここ真ん中なわけね。ってことはここ4センチずつ進んでいくけど、こっち何センチずつになるんですか。2センチ。あ、2センチね、掃除だ。そういう掃除なんて、どうすか、今回めんどくさそうだな。だからこいつ4進むと、こいつ2でついてくる感じ。わ、だからこっちが8進んだら4ついてくるしっていう感じで、こいつはシャドウくんは2センチずつついてくる。だから P さんと、5センチ進む P さんと Q ダッシュシャドウくんは2センチずつ進んで、どっかで出会えばいい。だから126割るいくつすればいいの。78?78?78?78?だから18秒5が答え。そうすると旅人さん。だから別の場所行くから佐藤君と。旅人さん。旅人君が出た。旅人。もう一回